にちは、ソフトクリームちゃんだよ。今回は NHK マイルカップの予想したいと思います。それではどうぞ。勝ち馬は前走ニュージーランドトロフィー組が5勝して2着が1回、10年中8年で馬券に絡んでいますが、延べ55頭も出走してきていますので、副勝率という観点では大花賞組や皐月賞組よりも悪いというデータが出ています。また前走の人気のお話ですが、前走の1番人気から3番人気までが7勝して2着も7回と好成績を残しています。一方で前走2桁人気は1勝のみ。これは前哨戦が例年にも増して波乱のレースが多かったこともありますが、前走がハマってうまいこと権利が拾えた馬たちにとっては、ここはハイレベルな馬たちの洗礼を受ける場になる可能性がありそうです。ですが悲観することはなくて、副賞率が低いながらも馬券に絡んではいますので、さすがに1着はちょっと厳しいですけれども、たとえ前走で人気がなかったとしても作戦一つで着順は拾える可能性は残されています。そしてジョッキーの乗り換わりがあるのと乗り換わりがないのとでは、勝率や連帯率はおよそ倍近く違うという状況になっています。今回お手馬がバッティングして乗り換わりとなったのは、吉田隼人騎手がマイネルフラップからハッピーアワーに、北村雄一騎手がケイデンスコールやグルービットではなくバルディゼールを選択しましたので、その点のところは押さえておいて損はなさそうです。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は5勝して2着はなし、勝つのか飛ぶのかというかなり極端な状況です。むしろ2番人気の方が成績は安定しています。このレースは G1 の中で最も荒れる方の部類で、2桁人気が来ない年の方が来る年よりも少ないという状況です。単勝10倍を超える馬も10年中8年でやってきており、1番人気が勝ったとしても紐穴がやってくるという状況が多いようです。よって馬連の10倍割れは1回だけありますけれども、万馬券は4回、三連複は最低でも 14.7 倍はついており、万馬券は10年中7回とかなりの頻度で荒れてきたレースとなっています。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はダノンチェイサーです。この馬は発馬が良くて二の足もつきますので、多分ですけれども最も取りたいポジションを取ることができると推測します。客室も先段から進めますので、ほぼ邪魔されることなく身を潜められそうです。グランアレグリアが徹底マークされている間にしれっと抜け出す、お株を奪うような走りに期待したいです。対抗がそのグランアレグリア、気象面の問題からここに向かうことになりましたけれども、一度使ってかなりの進展が見られたようです。調教も落ち着いてこなせましたので、あとは当日の大観衆の前で落ち着いていられるかどうかです。枠的にこの馬に極力好きにさせないでやろうと他の馬たちがかなりプレッシャーをかけてくる可能性がありますので、そうなった場合は下手をすると去年のタワーオブロンドンの二の舞となってしまう危険性もあります。ですがオークスを蹴ってでもここにかけてきた馬ですので、恥ずかしい競馬は絶対にしたくないところです。以下逃げ馬も差し馬もやってくるということで、シュサルケ騎士も驚いた驚異の素で足を持つカテドラルやニュージーランドトロフィーを逃げ切ったワイドハラーなど多めに流す馬を選びたいと思います。ゲートが相手みたいことにはどうにもわからない展開ですので、これは仕方ないかなと思っています。普通に行けばグランアレグリアでしょうけど、去年のターンオブロンドンと同じ枠に入りました。それでは開運です。ダ
ノンチェイサーからのマレン、そしてグレアン・アリグリアとダノンチェイサーの二頭軸の三連複流しを買います。アドマイア・マーズあたりの組み合わせは鳥紙になりそうですけれども、ここは鳥紙を気にせず均等に買おうと思います。実力的には圧倒的にグランアレグリアかもしれませんが、展望動画でもご紹介したデータがどうにも引っかかります。アドマイア・マーズと共倒れしたならばものすごい配当もありえますので、それにも期待しようと思います。先週お伝えしたネムーロ騎士の鉄板データは青葉賞も天皇賞もこれまた的中してまだ継続しています。もし知りたい方がいらっしゃいましたら、この動画の説明欄をご覧ください。さて続きましては土曜日の京都新聞杯の予想です。今回も過去10年のデータから気になる馬を探していきましょう。勝ち馬は差し馬と追い込み馬で7勝して2着が5回、絆やサウンズオブアースなど自慢の切れ味で差し切ってしまうという展開が多数ある模様です。反対に逃げ馬は10年前にと絡んだだけということで、外回りコースという条件も相まってか逃げ切りはなかなか決まりにくいようです。また青葉賞同様に前走重賞組以上に前走500万クラス組が活躍していて、馬券に絡んだ30頭のうち10頭が前走500万クラスを勝ち上がった馬でした。これはヒーリングマインドにとっては前向きなデータです。一方で前走新馬未勝利の馬は10年間では馬券に絡まず、過去30年に範囲を広げてみて11年前と12年前に3着に絡んだ馬がいましたけれども、30年で馬券に絡んだのはたったの2頭だけということで、フランクリン、山口獅子丸、当選スカイにとっては嫌なデータとなってしまいました。そして馬券の傾向はご覧の通りです。一番人気は3勝して2着2回。綺麗に人気順が副勝率順になっているという構成です。1番人気と2番人気の副勝率が高いので、そこまで大荒れにはならなさそうです。ここ10年で一番荒れたのが昨年で、7番人気、11番人気、4番人気で決着したのですが、それで3連単は26万円止まり。1着から3着まで全て単勝10倍以上だったにもかかわらず、ここまで配当が伸びなかったのは少し辛い気もします。3連複は万馬券が3回。3連単の10万馬券オーバーはたったの2回しかありませんので、人気馬から流す作戦もありかと思いますけれども、必ず人気薄を絡めておいた方が当たった時のバックが大きいので、犬種にもよりますけれども、少し手広く行かれることをお勧めします。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はブレイキングノーンです。構想したりしなかったりと成績がいまいち安定してきませんけれども、これは集中力が安定していなかったためだそうです。それを調整しようと陣営はこの馬に合ったバグを探していたようで、チークピーシーズをつけて集中力アップを現在目論んでいます。この馬は大飛びで、このコースはぴったりだということ。芝居を生かせるよう何とか道中折り合ってほしいところです。対抗は高野ディアマンテ。チラギ賞は出遅れて、これはもう無理ではないかというポジションから、すさまじい姿勢足で上位に食い込みました。どうしても1は後ろからになってしまいますけれども、それでもこのコースならば十分に届きますので、馬場を利して差し切ってもらいたいところです。以下、セオリー通りに500万クラスの1着馬と重賞候補は少なくとも入れたいと思っています。データ上は来ないとされている未勝利からもフランクリン1頭だけを追加しました。レース経験の浅い馬たちなので分かりにくい部分もありますけれども、京都の外回りの長い直線を活かせる馬をなるべくチョイスしてみました。それでは開目です。
本命と対抗からの変則馬連です。ロジャーバローズの組み合わせが収支が少ないですけれども、必要に応じて買い足してもらえればいいかなと思ってます。結構未勝利組でも認知していたら買いたくなりますけれども、あんまり買いすぎは良くないんですので、ぼちぼち絞っているにはいます。以上、京都新聞杯の予想でした。さて、先週の天皇賞では平成最後の大勝負を仕掛けました。当たる前兆年数賞がビンビンにありましたので、思い切って最高額をぶっ込んで帯封を狙いに行ってしまいましたが、なんとか生き延びることができました。その模様は別の動画でお伝えしておりますので、どうぞご覧いただければと思います。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。